さあ第8試合ペナ級トーナメント決勝戦、7分1本勝負、バレット吉田対ジェフ・グローバーの一戦です。アメリカの柔術界の新旧対決ですよね。そうですね。今回目玉としてジェフ選手呼ばれてますけど、これもう完全に格上ですからね。いわゆるバレット選手はもう大御所ですから。そうですね。アブダビでも2度の準優勝ですからね、はい、ホイラー・グレイシーとも互角に戦ったという。これはジェフにとってチャレンジであると思うんですよね、はい、さあそのグローバーが吉田からまずポイントを取りました。リバーサル2ポイント先制です。このトーナメント1回戦、ジェフ・グローバーは上村宏に対して5分19秒スリーパーホールドの一本勝ち。一方バレット吉田は戸井田克也に対してポイント4対0優勢勝ちで決勝に進んできています。うん、この形ですよね。さあ相手の頭を抱き込んでここは抜いた。あの相手の股間に入っていく動きは今本当に多いですよね、アメリカの動きでは。潜っていく、特にジェフ選手の特徴的で両手とも中に入れちゃうと、あとで何度か出ると思うんですけども、あのパブロ・ポボビッチっていう選手がそれで分かってるのにそれでずっと、うん、リバーサル奪うっていう。さあこれもフロントスリーパーの体勢を取っている吉田、首が直角になると危ないんじゃないですかね。そうですね、かなり入ってますね。腕1本入ってても全然決めてきますからね。これはその状態で返してきました。バレット吉田が2ポイントを返して同点、さらにアドバンテージが入った。これで2対2、そしてアドバンテージ1つ分バレット吉田がリードです。超ガバなかったと思いますね、うん、かなりあの顔が赤くなってましたからね、うん、ジェフの方が。これを見るとここですね、この右足絡んで、あ右足ですね、バレットの右足絡んでっていうところが、これは守ってるようで攻めなんですよね。これ両手とも中に入れちゃいますね。さあそしてこの奥の足に絡んでいくんですね、うん、バレットが前後に揺さぶられます。あでもバレットもこれ殺しちゃいますよ。あ、そうですね、うん、うまい、これで巻いてます。今首を狙ったんでしょうか。そうですね、あの首にいろんな巻き方でロックしていくのも増えましたよ ね、 そうですね、最近きっと。まあ火をつけたのはあのミノタウロのアナコンダだと思うんですけど、あそこからいろんな展開をどん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 開発されていきましたよね。これも両手ともこう中に入れて、そのまま両足担ぎのような形でスイープしていく。さあこれで抑え切るとどうでしょうか。上になった、肩が斜め、そのまま肩固めに入っていく。でもこれも変わってますよね。そうですね、自分の首を、ね、クラシカルなでもスタイルでこれはありますね。柔術の自分の頭を持って肩固めをやる。ポイントグローバーで4対2、さらにアドバンテージを加えてアドバンテージは1対1。ジェフ・グローバーは止まらないですよね。一つ技が失敗した後にその次その次っていうのが続くんで、うん、逆にそういうもう次のオプションがいっぱい控えてるからこそたくさん攻めれるんじゃないですかね。なるほどね。さあここも首を狙っていくグローバーに対して吉田が上を取ります。これでリバーサルまた同点4対4です。あ今もう狙ってましたね。もう何ですか、グラップルの中でのこの際っていうんですか、相手が一つ仕掛けて何か動きが止まった時にすぐ行くという。さあここまでリバーサルの応酬です。やってる方も面白いんじゃないですかね。うん、大変ですけど、はい、存分にもこう技をお互い繰り出してる感じしますよね。現在リバーサルこれでイーブン4対4。ちょっとバレットがやっぱりなんか疲れを感じさせるんですけどジェフ・グローバーもやっぱ疲れてきたからやっぱ動きまくってますからね。そうですね、さあこれは相手の両膝の上に抱きつくようにいったか。これすごいな、両手クラッチしちゃってますからね。そうですね、クラッチしてますね。そして倒していく。リバーサルになりました。さあここでまたグローバーが6対4とリードを広げます。スピードもあるわけじゃないのにスッと入りましたよね。そうですね、タイミングですね。いわゆる早いとかじゃなくてやっぱ絶妙のタイミングで入れば何でも技は決まりますからね。きっとバレットがそこにもう注意力はいってなかったんでしょうね今。そうですね、さあパスを狙っていく。ポイントは6対4リードのグローバ
これも二重絡みからこう潜っていくような。あ、そしてさらには首を狙ってますね。彼らが言う、まあ、何パターンもあるシャオリンというパターンらしいんですけども、おそれは彼らの中では、まあ、首を狙う。そうですね、ここも後頭部から肩固めな何だろうがって、そういう、まあ、横から狙っていくのがビトシャオリンヒベイロらしいです。へ、あなんでですかね。彼らは本とにかく教本ビデオを見てますよね。なるほど、彼らの中のまあ不調というか言い回しです。あ、これも首を狙っていきますが、その間にアドバンテージを一つ加えたグローバー、ポイント6対4、アドバンテージは2対1。しっかりポイントのことも意識してますよね。バレットはちょっと競技術から離れてるせいか、ちょっとポイントに対するケアが少ないかなっていうふうに見えますね。もともと1本じゃないとっていう立ちだったじゃないですか、バレットって。そうですね、残りは1分。さあ向こう側、今度は足か。このまま足を狙うのかグローバー。いや、これはパス。あ、パスですか。レッグロックもいけますね、お互い。そうですね。さあそして後ろ足をかけてくるバレット、後ろに回れるかバレット。現在ポイントは6対4。ちゃんとこれ上に乗り切れば2ポイント入るんですけどね。そうですね。さあアドバンテージを一つ返したバレット、しかしポイントは6対4リードされています。ポイント差は2点。これバックを取れば逆転ということです。残り時間ですね。そうですね。さあ6対4リードのグローバーに対してバックを取れるかバレット吉田。さあ必要にバックを狙う。ここ勝負ですね、お互い取り切れるか。時間がもうなくなってきている。どうだ、うん、試合が終わりました。勝ったのはジェフ・グローバー、ポイント6対4優勢勝ちです。バレット敗れました。ギグラップリング2005ペラ級トーナメント優勝はジェフ・グローバーでした。いや早川さん、これも見応えの多い試合でしたね。そうですね、まあ、ジェフにとってみればもうこのレジェンドに勝ったぐらいの、あれがあると思うんですね、喜びが、いやそれにいたしましても勝ってコードル、おっと身の軽いところを見せました。ペラ級トーナメントを制しましたジェフ・グローバー。